かスダレイ石は、気道類元素を多量に含む、緑ダレイ石グループに属するソロ系酸塩鉱物。主に泥質の変成岩や形状質の火成岩に生成する。一般的な化学式は、A2M3SI3O12O で、A サイトには、イオン半径の大きな CA2SR に、気道類元素イオンが入る。M サイトには AL 3 Fe 3、AL3FE3MN3、 fe2、mg2 FE などが入る。しかし、s, u, zr, p, pa, cr などが入ることもある。国際鉱物学連合によるとカッスダレイシグループに属する鉱物は、セリウムカッスダレイシ、ランタンカッスダレイシ、ネオジムカッスダレイシ、イットリウムカッスダレイシの4つある。最も多い軌道類元素はそれぞれセリウム、ランタン、ネオジム、イットリウムである。 煙随晶の表面のカッス・スダレイシカッス・スダレイシは、最大20%の気土類元素を含み、有用な気土類元素の原料となる。トリウムなどの放射性元素が入ることに伴う、現象が観察される。放射性波浪があることが多く、放射能が高い場合は、結晶構造が破壊されていることもある。放射線により破壊されていないカッス・スダレイシの年代は、それとは異なる方法で決定される。 カッスダレイシは通常黒色だが、褐色、紫褐色のこともある。カッテッコーのような気褐色の物質に覆われることもある。単写象系で中上の結晶になる。モースコードは5.5から6で、比重は3.5から4.2である。摂氏95度という非常に低い温度で高温発光する。カッスダレイシは1810年に、 スコットランドの鉱物学者のトーマス・アランにより発見され、アリナイトという鉱物名は彼にちなんで命名された。もし基地はカールルートビヒギーゼケが発見したグリーンランドの歩く島である。ありがとうございます。